さらば愛しき女よは、アメリカの作家レーモンド・チャンドラーのハードボイルド小説。1940年間。私立探偵、フィリップ・マーローを主人公とする長編シリーズの第2作目。刑務所から出てきたばかりの大男、通称、オーシカ・マロイは、別れた踊り子の恋人、ベルマを探しに酒場、フロリアンを訪ねるが、 酒場の主が何も答えようとしないので逆上して、再び殺人を犯し逃亡する。仕事で、現場に居合わせてマロイと話し込んでいた、私立探偵、フィリップ・マーローは警察に尋問されるが、マロイを捕まえたいなら、まず、ベルマを見つけろという自身の勧告を警察が、受け入れないので、自ら、ベルマとマロイを探し始める。その折に、怪しげな用心棒の仕事が、 マーローの元に舞い込む。マーローもまたなぜか命を狙われる中、その依頼人やベルマがかつていた酒場の元女主人などが殺されていく。事件が紛糾する中、ついにマロイの居場所を突き止めたマーローはベルマに合わせると言いつけてマロイを自宅に呼び出すと彼を別室に隠す。その時現れたのは意外な人物で真相が暴かれていく。 さらば愛しき女よ、スマートアレックキル、大いなる眠り収録。村上春樹は役者後書きで、チャンドラーのベスト3を選べと言われたら、多くの人が、ロンググッドバイ、大いなる眠り。さよなら、愛しい人を選ぶのではないかと言い、チャンドラーの他の小説にも言える、作家としての懐の深さと、圧倒的な文章力に加え、人物の描き方の鮮やかさも、 この小説の魅力の一つであると書いている。ありがとうございます。